皆さんこんにちは、キスケです。ということで、新しく無料キャラクタースーパーサイジントランクス青年期が追加されたということで使っていきましょう。ステータスはこんな感じ。打撃タイプのイエローやね。まあ予想通りやね。打撃と射撃を持ってくると、まあ打撃も射撃もバランスいいね、ステータス的には。打撃圧に出血 50% っていうことで、つまり、打撃圧は剣で攻撃するっていう感じかな。で、必殺技がバーニングアタック、大ダメージを与えて能力強化を消去、発動回数3回いいね。で、特殊圧、気力30回復、アーツをランダムに1枚ドロー、余ダメージ 20% アップ。うん、シンプルに使いやすいね。で、メインアビリティが気力50回復、手札すべて破棄してカードをランダムに4枚ドロー、特殊カバチェン無効10カウント。まあこれが強いんじゃない、やっぱり。うん、すげえ強いと思うわ。最近の天使ゴールデンフリーザみたいな感じやね。で、ユニークアビリティ、もう一人のスーパーサイジンということで、悪の系譜に対する打撃用ダメージ 25% アップ。これじゃ系譜は終わらんね。場に出た時余ダメ 70% アップ、火ダメ 40% カット。場に出てる時敵が交代すると待機カウント2カウント短縮、火ダメ 20% カット。手札が3枚以下の場合ランダムに1枚ドロー。自身以外のバトルメンバーが敵の打撃射撃必殺アーツによる攻撃を受けるたびに自身の待機カウントが1カウント短縮と。で、未来から来た謎の少年、自身がアーツカードを使用するたびに余ダメージ 20% アップ、発動回数3回、交代時リセット。ん？発動回数と効果がリセットされるのか。いいやん、無限やん。打撃射撃アーツコスト3ダウン、交代時これもリセット。敵が発動する被ダメージカットの効果を 10% マイナス、これも交代時に効果と発動回数がリセット。自身が戦闘不能になると味方の体力 20% 回復、余ダメージ 30% アップ、落ちバフもあると。うん、優秀やね、優秀。無料キャラクターとは思えないぐらい、なんかオールスターのキャラクターぐらいあるんじゃないかなっていう感じかな。ということで、未来パーティーで PVP 回っていこうと思います。こいつの Z アビリティが、未来プラスイベント限定ということで、まあ、今回は未来使っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。サイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。これはどうしよっかな。初手トランクスとかでいいんじゃない。で、ホープソード出して、あと1体どうしよっか。紫出てきそうやけど黄色がいるから、ザマス&ロゼでいっか。これでいこう。対戦お願いします。まあシンプルに殴っていくキャラクターっていう印象かな、個人的には。それでいいのよ。それでいいのよ。まあでも赤飯ご飯には勝てへんねん、やっぱり。当然やけど。無料キャラクターが赤飯を追い越しましたってなったらやばいよな。あざっす。はい。うん、火力も悪くないね。はい。そこで出てくるか。あざっす。ああ、遅れたけど、まあラッキー。はい。いいね、出てくるね。まあ必殺破棄はもうちょい置いとくか。あんまりアーツ打ってないでしょ。はい、いいね。わざわざ出てくるね。これ入らんか。入る。マジかよ、落とされんのかよ。いいのかそれで。暴発で、これでアーツドローして、特殊カバチェン無効でしょ、これ。やばくない？これ予約アーツでさ、釣ってみる？さすがにバレる？あー、バレるか。いや、強い。火力十分あるぞ。十二分に火力がある。じゃあ、ライジングで。やっぱ特殊カバチェン無効、偉大やね。トランクスアーツ使うたんびに余ダメ 20% ずつ上がってるから、まあシンプルに余ダメージだけやったら 100% 超えるんだよな、簡単に。
それが強いと思うわ。はい。おマジかよ。タックルやと思ったわ。厄介ですな。まあでもこっからまくられることはないと思います。近づいて射撃。あー近づけない、ラッキー。これで勝ちやね。せっかくやからトランクスで行こうかな。あーこうへんのか。合わせて。あーいらんことせんかったよかった。いらんことせんかったよかった。おオッケー。いやーこのトランクスで勝負決めたいけど無理そうやね。残念。勝利画面見たいやん。だからまあモーションは一緒やね、いろんなキャラクターと。しょうがないけど無料キャラやもんね。通常で返して、まあメインで見て。やーつ誘発押しない。あざした。いや十分戦えると思います。さあマッチングしました。神の木でしょうかね。トランクスから行きましょう。でホープソード出して、うーんあと1体悩むな。カマロゼでも良さそうやけどね。カマロゼで行くか。久々に通貨を。まあ紫は確定で出てくるんですけど、あとはあホープソードなんや。いやキラベジかゴジータ4が出てくるかなと思ってちょっと警戒したけど、その3体やったらカマロゼ出して正解やね。うんライジングの通りが良い。ライジングの通りがいい。あコメント欄でさ、ホープソードの凸可愛くねみたいな言われたんやけどまあ確かにフェスティバルのキャラってさ、まあなんか貫凸にしてる人多いやんやっぱり。まあだから赤い一つはやっぱ可愛く見えちゃうんだよな。しょうがないよね。ただ悟空ベジータに関してはもうムキムキやで。俺の悟空ベジータに関してはえい、ちょっとラグいか。まあ大丈夫か。あざすー。はい、これはこう。カマロゼでよかったか。まあまあまあいいか。ナイスタコ、いいタコ。これは間に合うよねちょっとでも気力回復して殴ったろうっていう意思が取れたね。怖っ。あー回避はしてないんか。これタックルやと思ってくれたらでかいな。おほほマジか。やるねやるね、役に立ってみせろ。シューラグすぎラグすぎやろおめえ。喫色アリーナマジでくたばれよクソラグ。マジ頼むわ、めんどすぎやろ。終わらんやろ。だるすぎる。タクロ、おいナイス。これは儲けたんじゃない。ワンチャン落ちそう。予約アーズで、はいナイス。俺はもうお釣りが来るわ。君のラグが君のラグがお釣り来ますね。ナイス。しかもここでメインアビリティがつながるんで皮も剥がせると。これ強え。やっぱアーツドロー偉大やわマジで。予約アーツ、あ危な。これで打撃圧引いて終わりと。ふぅ
ラストですね。メインアビティで見るか。はい、ナイスカイナイスカイ、つえー。はい、いや無料トランクス悪くないぞ、マジで強いと思う。シンプルに対戦ありがとうございました。それが俺たち人間だ。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は無料で獲得できるスーパーサイジントランクス青年期使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ無料にしてはマジ十分すぎるぐらい良かったんじゃないかなって思います。特にメインアビリティやっぱ強いね。アーツ引いて特殊カバチン無効で殴っていけるっていうのがまあすごく強かったんじゃないかなって思います。で4凸にしては結構軽く出とったんで、やっぱそのアーツ使うたびに 20% アップ、発動回数3回やからマックス 60% プラス、試合開始時に 70% アップなんで、まあ、すごい良かったんじゃないかなって思います。まあ耐久はもちろん、まあ、4凸っていうのもあるし、無料キャラでステータスが低いんでそこまで高いわけではないんやけど、まあまあまあ、うん、無料にしては破格の性能なんじゃないかなって思いますね。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで失礼、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。